はい、どうも、ネクロフです。さあ、今回もゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、のんびり編やっていきましょう。前回は、かかりこ村に行こうっていう話したところからですね。序盤でハイリアの盾持ってるって、なかなか威圧感バリバリですね。一応装備は、あれにしとこう、ファントム。この衛兵は、壁を登るとき限定にしよう。あいつは宝箱持ってる感じ？持ってない感じですね。落ちろ！これ届くか？届かんね、これは。っていうことは、こうして、落ちろ！オッケー。で、アイスメーカーで取ると。これなんか前やった気がするな。無心茶は、護身の盾。いらんな。さあ、登ってきました。リ・ダヒの祠。見切りの極意。あーこれなんかやった気がするわ。天才やーみたいに言ってた気がする。これってこのまま、何も見切らんでいいやん。オッケー。待てよ。今だ！うまい！うまい！これどうやったかな？あ、わかった。今だ！ほっ！今だ！うまい！で、確かあれは、クライムバンダナが入ってるんで、別にクライムバンダナは、この衛兵装備あるからいらんわ。克服の証、6つ目。ここに岩があるよ。ドカーン。中身は？いらねえ！あら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 。ゆっくり近づこう思ったら、ウルフリンクが吠えちゃったか。どうしよう。まずは雑魚い方から、倒そう。待って。お前ら盾剥がして、はい。まず、青から倒して、青。盾ちゃうわ。盾で防がれた。待ってな、こいつ。爆発しそうで怖いって。危ねえ。はい、はい。あとはお前、オッケー。慣れたもんや、ボコボリンは。はい、オッケー。で、あいつか。あいつは弓部隊か。お、ウルフリンクが助けてくれてるね。ウルフリンク強えわ。ふう。さあ、宝箱の中身は？ブーメラン。ゴミか。あそこは、そっか。あの、トゲトゲで覆われてるけど、パラセル出たら大丈夫と。俳優、ダマの祠。導きは水より現れる。これはアイスメーカーですね。で、確かこの宝箱は50ルピーやった気がするな。やっぱり、これに似たようなやつさ、英傑たちのパラッドでもあったよね。あー、これでいいかな？いい感じ。克服の証、7つ目、あと一つ。せっかくやから馬を捕まえよう。どれがいいやろな。真っ黒なやつは、前回、っていうか前のマスターモードの実況で撮ったから、左のあの白いやつ撮ろうか。今だ！お！手名付けんでよかったな。てか、ステータス低っ。やっぱどんな最強な馬より、こういうね、このストーリーの途中で手に入れた馬の方が愛着が湧くよね。え、弱っ弱っ全部2位やな。名前何にしようか。やっぱここはかっこいい名前につけてあげたいね。9文字か。よし、これや！ギルディア・シン2！ あの、ギルディアとシンのところに10打ちたかったんやけど、ギリギリ1文字足らんから仕方ない。オッケー、ギルディア・シン2！ かっこよすぎー！よし！じゃあ、ギルディア・シン2と一緒に行くぞ。ちなみに2はあれやね。全部のステータスが2やったから2にした。あれは、イーガダンのあれみたいやな。こうして、外すなー！宝箱が落ちてくるー。さあ、なんじゃろうな。どうせしょぼいでしょう。オパール。あいつはあれか。宝箱持ってるね。しかも爆弾山持ってる。なかなかいいやつやな。はい、回収しまーす。宝箱何やったかな、中身。ブーメラン。いらな。ボックリン。久しぶり、ボックリン。なんか今、めっちゃ怯えてなかった。
オッケー、これでなんかマラカス取り返して、みたいなミニチャレンジ出るんでやっていきましょう。ミニチャレンジ、大事なマラカス。前回さ、前回のマスターモードの実況やったら、これ黒ボコブリン3匹なんですよね。めっちゃ詰まってた。めっちゃ詰まったっていうか、めっちゃ、なんていうの難しかった。記憶しかないけど、今となっちゃ3体なんか、弱いからね。まず槍から倒そうか。ほら、ダメージだって全然食らわんもん。はい、はい、はい。待て。いっぱい、いすぎ。待てよ。はい！それは下手くそ。それはさすがに下手くそ。来るぞ。待て。また下手くそ。オッケー、3度目の正直へ。壊れていく。はい、待て。注目をせい。縦。おい、縦。はい、オッケー。ラッシュ取れれば、これは勝ったも同然。はい。からの、ラッシュを取れれば、勝ったも同然。はい。はい。もう一発。オッケー。ボックリンのマラカス。2歳の頃にはすでに振り回していた。持ってきたよー。これで確か、ポーチを2回だけ、最初は2回だけ、なんていうの、増やしてもらえるから、オッケー。まだ武器ポーチかな。弓より盾よりまずは武器。それ基本やから。おっきい二つ、強化してもらったんで、また今度やね、ボックリンは。さあ、やってきました。かかり小村。まずはインパの屋敷に、屋敷を訪ねる前に、試練の祠行こうか。やってきました。太郎二妃の祠。太郎二妃の教え。これはチュートリアルですね。すげえ、こんなやつ初めてっていうか久しぶりに見たな。なんか、一休さんの お坊さんみたいじゃない？頭が青色で。敵の攻撃横飛びで避ける。オッケー。俺はもう、ブレワイ500時間超えたんやぞ、プレイ時間が。来いや。待って。ノーモーションやめろ。はい。オッケー。攻撃一発加えるだけなんで、混んでいいでしょう。ブーン。敵の攻撃でバック中で避ける。オッケー。バック中の時はこいつ横振りしておかなあかんからな。横に投げ払ってきた場合はやって。来いや。はい。こいつの行動パターン難しいな。敵がボコブリンとかやったらやりやすいんやけど。来いや。今だ。オッケー。ブーン。敵の攻撃に合わせて、盾を突き出す。なるほどね。これは自分あんまりやらんな。なんかあんまり得意じゃない。タイミング難しいし。来いや。難しいって難しいって。来いや。ハイリアの盾の耐久度。舐めるなよ。お前の攻撃800回ぐらい殴られたら、そろそろ決めようぜ。来いや。オッケー。で力をため放てば、ため攻撃を繰り出せる。こんなんも楽勝中の楽勝やろ。ワイナーが押しやもん。これはもう。はい。余裕。あ、なかなか強いガーディアンナイフ。オパール。克服の証、八つ目。さあ、地味に初めての女神に祈るイベントですね。こんなムービーあったんやな。オッケー。悩むところなんですが、ハートの器は、限界突破簡単にできるんで、頑張りでいいよね。オッケー、これで、スタミナがちょっとだけ増えたな。ほんのちょっとだけ。こいつはあれやね。インパのイベントですね。はい、ようやくクソババアの長い話が終わったんで、なんか、いきなり扉開いたけど。まあ、話だとこっちの、ここの果ての村に行けって言われたんで、まず果ての村に行こうかな。ストーリー順々に追っていって。それより、ちょっと、アイテム売りたいわ。何売ろうかなーとか思ったけど、腰のかけらなんか絶対使わんやろ。で、これもいらんやろ。牙のかけらとか。これもいらん。で、宝石も全部いらん。一応なんか、頭飾りが作れるけど、作る予定ないから、とりあえず宝石は、お金として、いいよね。オッケー、2500ルピーまで貯まったんで、意外といい感じ？で、次は、防具買いに行こう、防具。忍び装備が結構欲しい。妖精を捕まえるのに必須やからね。これ、お金足りるかな？ 600 ルピー。
700ルピー。じゃあ、1200ルピーやったらいける？これ何ルピー？ 500 ルピー。あ、いけたいけた。これで妖精を変える。妖精を変えるじゃねえ。妖精を簡単に捕まえれるんで、忍び装備、これやね。オッケー。じゃあ、ちょっと妖精捕まえに行こう。さあ、ここやね。ここで、忍び装備で、妖精がいるね。4匹いるね。オッケー。これで死んでも、復活できるんでね。ここと、あともう1匹あそこにいるから、捕まえて。オッケー。さあ、2回目のクソババア。ハイリアのズボンが強化できるね。んーね、忍び装備も強化できるけど、忍び装備は別にいいかな。めんどくさい。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。次回は、果ての村に行って、まずは、あれの強化でしょ？何やったっけ？シークアイテムの強化して、それ終わったらどうしようかな。まず冥道か。まず冥道に行って、なんかここら辺にピー打ってるけど、冥道に行って、まあ、タケリ取って、あとはもう適当に散策やな。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。またな。